ロンロン和装チャンネルへようこそ。装置犯人のロンロンです。今日はですね、やっと、しつけ糸取りが終わったモスグリーンの着物を着てみました。中はね、半襦袢のブルーの襟のやつを今日は着てますけども、これまたね、襟交換とかねできるようなタイプですので、その辺はまた後日 の、 動画で上げたいと思います。すでにもう襟も買ってあるんで、ちょっと違う色バージョンもいいかなと思って、まずは一回これで、まあ合う合わないはねいろいろあるんで、それはまた後で考えようかなと思ってます。はい、どんな感じですかね。こうまあ丈としてはまあこのぐらいなんで、ちょっと短め、まあ今流行りの感じで短めで、まあセンターだけ基本的に合わすような感じで、ちょっとずれてますけど、まあそんなにね、シワもやらない。結局ね、着るときにですね、あんまりこう前かがまずにピシッと着たままの状態で着ると、この辺も張ってきますんで、結構綺麗に着れるんじゃないかなと思います。でね、またね、中にも襦袢着てますんで、滑りもいいんで、そんなにこう引っ張ったりはしませんので、まあ大丈夫かなと思います。で、色はですね、こんな感じの、実際着るとこんな感じの色になります。はい、結構ね、グリーンなんですけども、まあちょっと蛍光灯のあれもあるんですけど、ちょっと白っぽいというか光っぽい感じの、光の当たり方にもよりますけど、光っぽい感じのグリーンなんで、あんまり深い感じには見えないかなと思います。ただこれも、ちょっとね、暗いところ行くと多分少し、深緑色っぽい感じになると思いますんで、基本的には私的にはすごい気に入った色になってますんで、またね、これ着ていろいろ行きたいかなと思います。結構ねこれ生地も薄いんで、まあ、最近本当に何て言うんですかね、この昔の家は当然暖房なんてそのしっかり効いてませんし、あれなんですけども、お部屋とかね、なんかどっかの会場とかもそうなんですけども、しっかり暖房効いてません。どうしても風が吹き抜けの状態になってましたんで、あれだったんですけども、今はね暖房しっかり効いてますんで、それを思うとですね、まあ、薄手のものを重ねて着る、まあ、そうすると、まあ、例えばこれプラス襦袢があるんで、これまたちょっと今から襦袢羽織りますけど、襦袢じゃないわ、羽織を羽織りますけども、そうするとまた、厚みがねどうしても出てくるんで、どうしても厚くなっちゃうんで、それでまあ中入って厚ければ脱いでっていう風に、ちょっと薄めのやつをね重ね着した方がね、今のこう時代的にはいいのかなとは正直思います。ちょっと羽織ってみますんで、この羽織もね、この間しつけ糸取らせてもらったんで、今日は羽織っていきます。で、袖はこの袖の中に入れてっていう風で、まあほっといても自然に入るんですけどね。で、この、羽織の襟のところですね、この襟部は二つ折りにして、で前はそのまま開くと、そうですね、ここは二つ折りにしずにそのまま開いちゃうと、まあ、一応これでアンサンブル で本当はここに何ですかね、紐がこう来るはずなんで、ちょっと今紐がないんで、ちょっと代わりのものをちょっと今準備します。ちょっとねこれ入らないかな、まあ、こんなような感じで、まあ、もっと実際短いですけども、こんなような感じでつけば一応格好がつくかなと。これまあ僕の今ネックレスなんですけどこんな感じでいいのかなと思いますので、はい、こんな感じになります。はい、まあ、結構ね色合い的には落ち着いた色なんで、着やすい色で扱いやすいのかなと思いますので、またこの辺でね、いろいろと着ていきたいと思います。はい、
今日のところはね、もうモスグリーンの着物着ましたっていうことで、はい、終わっていきたいと思います。はい、今日の動画ですね、面白いなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。また、コメントなんかね、ありましたらどしどしお寄せいただければ、またそれに対応してね、いろいろやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。またね、バイバイ。